はい、日本語教育研究大会にご参加の皆さん、こんにちは。この動画は会場で僕の話を聞いてくださる方が、後から実際にパソコンを操作しながら何度でも繰り返して見ることができるように作られました。ゆっくり話しますので、日本語の母語話者の方は動画の再生速度を 1.5 倍か2倍ぐらいにしてご視聴ください。また、クリエイティブコモンズのライセンスにしていますので、クレジットを入れてくれれば、無断でダウンロードや転載をしてくださっても構いません。また、今お見せしているこのスライドからは、多くのリンクが貼ってあります。画面右下のこの URL から、このスライドにアクセスできますので、スライドからリンクを開いてください。今日の目標は、Google フォームで作った自動採点ページへのリンクを、学習者に送ることができるということです。もちろん、送ることだけではなく、自動採点のページを作るところもきちんとやりたいと思います。まず最初に、Google フォームのウェブページに行きます。URL はこの通りですが、Google などの検索エンジンで、Google フォームと検索するだけでもすぐに見つけることができます。これが Google フォームの最初のページです。まずは Go to Google Forms という青い四角いボタンを押してください。僕の場合はすでにたくさん Google フォームを使っているので、このように一覧が表示されていますが、初めて使う場合はここは空欄になっていると思います。新しくテストを作るには、まず右下の赤いプラスのボタンを押してください。こちらですね。そうすると、このような画面が出てきますから、まずは一番大きな文字で、無題のフォームと書いてある真ん中のところに、このフォームのタイトルを入れてください。ここでは、自動採点のサンプルという名前にしました。レッスン5とか、その他の能力記述、つまり can do ステートメントなどを書くのもいいと思います。その後で、右上の赤い点線の部分をクリックすると、クリックするだけで自動的にタイトルが挿入されます。Google フォームの説明のところにも、短い説明の文を書いてみました。そして右側のプラスのアイコンをクリックします。問題の種類をラジオボタンにすると、質問文と選択肢を入れる欄が自動的に表示されます。ここでは、お気軽にフォローをお願いしますという文章を選択肢を使って質問する問題にしています。Google フォームでは YouTube などの動画を挿入することもできます。YouTube の動画を挿入するには、まず YouTube のページに行って、URL をコピーします。こちらですね。はい。そして、Google フォームに戻って、質問を追加を選びます。本来はここに問題文を入れるのですが、ここではまず動画を挿入してみましょう。右側の動画を追加を選びます。まず、上の URL というタブを選んで、YouTube の URL をここに貼り付けという欄に、先ほどコピーした URL をペーストします。そうするとこのように先ほどの動画が表示されますから、左下の選択をクリックします。こちらですね。そうするとこのように Google フォームに YouTube の動画が挿入されます。その前に作っておいた新しい質問を編集しましょう。今、質問と、選択肢を入れたところです。なお、この動画を挿入する形式は、反転授業の動画を見たかどうかの確認をするときに非常に効果的です。
では次に、動画ではなくて静止画像を挿入する方法を見てみましょう。右側の画像を追加をクリックします。そうすると、今度はこのような画面が表示されます。ここでは自分の写真をアップロードするという設定でやってみます。このまま真ん中のアップロードする画像を選択をクリックします。Windows の場合はこのような画面が表示されますので、画像を一つ選び、右下のオープンもしくは開くをクリックします。そうするとこのように画像が表示されます。今は動画の質問とその動画の間に、この画像が入ってしまっていますので、この画像を移動させなければなりません。できれば動画の問題の下にこれを入れたいです。その場合は、この画面のように、動かしたい部分の上の方にある6つの点が集まっているアイコンの上にマウスでポインターを持ってきて、マウスボタンを押しながら下の方にぐりぐりと動かしていって、動かしたいところまで来たらマウスボタンから指を離します。ちなみにこれをドラッグ&ドロップと言います。そうすると、すいません。このように動画の下に画像が入ることになります。もちろん、画像を下に動かすのではなく、動画を上に動かすことでも同じ結果が得られます。では次に、この画像を使った質問を挿入するために、質問を追加を選んでみましょう。これは、質問と選択肢を入力してみたところです。今回は間違って英語のニュースの画像を入れてしまいましたが、日本語の授業の場合はもちろん日本語のニュースの方がいいと思います。これで問題を作るところは終わりです。ここから先が自動採点の機能です。Google フォームを自動採点のテストに設定するには、右上の方の歯車のアイコンをまずクリックします。そして、新しく現れた画面のテストというタブをクリックします。そして、テストにするというメニューの左側にあるスライドを右側に動かします。こちらですね。そして、保存のアイコンをクリックします。そうすると、Google フォームの先ほどの画面に戻るのですが、実は先ほどまで表示されていなかった回答集を作成という青い文字が新たに表示されているはずです。これはどの選択肢が正解なのかを設定する機能と、それぞれの問題の配点を設定する機能です。Google は頭がいいとは言っても、こうした問題の正解をすべて自分で判断することはできませんので、ユーザーが指定する必要があるのです。ここでは正解はお気軽になので、それをクリックし、右側の点数にも数字を入れます。なお、数字は横幅が広い全角文字ではなく、縦長の半角の文字でないと受け取ってもらうことができません。正解と配点の設定が終わったら、一番下の問題を編集をクリックします。これで他の問題を選択することができるようになります。本日は省略しますが、問題を編集のボタンの上にある回答に対するフィードバックを追加、これですね。これをクリックすると、正解した場合と不正解の場合にどのように受験者にフィードバックされるかも設定することができます。次は動画を見て答える質問の正解と配点を設定しましょう。まず、この質問のどこでもいいのでどこか一部をクリックします。まあ、この辺が無難でいいですよね。そして先ほどと同じように回答集を作成をクリックします。
そして先ほどと同じように、正解と配点を設定し、それが終わったら、問題を編集をクリックします。次は、静止画像を見て答える問題の正解と配点をクリックしましょう。先ほどと同じように、質問の一部をクリックすると、右下に回答集を作成が表示されるので、これをクリックします。そして同じように、正解と配点を入力します。設定します。これで自動採点の設定は終わりです。では次に、この自動採点の Google フォームを学生にメールで送る方法をご紹介します。先ほどの画面の左下の問題を編集をクリックします。すいません、今見えなくなってしまいました。そのためには、まず、右上の、送信というアイコンをクリックします。次に、鎖のアイコンのタブを開きます。そして、右下のコピーのボタンをクリックします。これでクリックボードにこのリンクが入りましたので、次にメールのアプリやウェブサイトを開きます。メールのウェブサイトですね。これは皆さんのお使いのメールソフトなどによって違うので、ここでは省略します。これは Gmail の例ですが、このように挨拶などを書いた後で、右クリックして、ペースト、もしくは貼り付けなどを選びます。そして、送信ボタンを押します。すいません、ここに送信ボタンがありますね。はい。これ消せないのかな？消せるか。あ、消せました。はい。ここに送信ボタンがあります。これを押します。これで送信するまでの操作はすべて完了です。では、次のセクションでは、先生の立場ではなく学生の立場で、先生から送られたリンクを開き、回答したらどのように見えるのかを確認してみましょう。学生はすべての問題に回答した後、一番下にある青い送信というボタンをクリックします。そうすると次に、このような画面が表示されるので、スコアを表示というボタンをクリックします。テストなどのフィードバックは早い方が効果的なので、教員の皆さんはこのボタンを押すように学生さんにあらかじめ指示をしておくといいと思います。スコアの画面では合計何点だったのかが画面の上の方に表示されます。そして正解だった場合はこのように緑色のチェックマークがつきます。こちらは日曜日という漢字に月曜日と回答してしまった例です。この場合は赤くバッテンがつけられ、その下に何が正解だったのかが表示されています。では次に学生の回答を確認する方法をご紹介します。これはもっと前に作った Google フォームで、すでに290人以上の人が回答しています。最初は先ほどと同じように、質問を編集するタブが開かれています。こちらですね。学習者の回答を見るには、赤い点線で囲まれた回答というタブを見ます。一番上にはこのように全体的な統計が表示されています。平均点は 63.72 点で、100点の人がとても多いということがこのグラフからわかります。それぞれの問題の採点結果はこのように表示されます。これは291人のテストの回答者のうち、この問題にはちなみにここが回答者の数ですね。この問題には264人の、人が回答し、そのうちの187人が正解で、
正答率は 70.8% だったということがわかります。もし復習する時間がある場合は、もちろんこの正答率が低いものを中心に復習すればいいわけですね。以上で、Google フォームの自動採点の使い方の、ご紹介の動画を終わります。皆様ご視聴どうもありがとうございました。失礼します。